た。可愛すぎて泣きそう。嘘つけ。こんばんは。最近公園のメイク変えました。最近ね、メイク変えてるてか髪型迷走してる。元気ですかって。元気ですよ。皆さんは元気ですか。元気ですか。元気ですか。こんばんは。前髪良い。マジで。そう、カメラ手持ちだからね、酔わないようにみんなが頑張る。そう、今ね、あの握手会、写メ会、オンラインお話し会受付中です。3つともな、待ってます。明日の12時、お昼12時まで、3時、第3次受付してます。会いに来てください。写メ撮りましょう。話しましょう。何でも話すよ。待ってます。来てくれるよって人。メイクかわいい、嬉しい。テカテカ。前までもうかたくなにマット肌やったんやけど、最近そんなこともなく、わかる、この辺ツヤツヤ。締め替え取りました。今から震えてます。ブレちゃうやん、震えてたら。今度初めて署名会行くよって。ありがとう、待ってます。そう、ツヤツヤ。ツヤというかマットにするんやけど、お粉もめちゃくちゃはたいてね、ちゃんとハイライトちゃんとハイライトも前まではマットのをしてたけど、今はマットのハイライトの上にツヤツヤツヤをせるようにしてる。ミカニャみたいな前髪にするにはどうしたらいいですかって。ミカナの写真見せるとか、美容師さんに。でもさ、前髪って本当にもう人それぞれ、似合う似合わんあるし、髪質とか頭の形とか生え方とか毛量とかでできる的あるから難しいよね。ミカノも理想の前髪とかあるけどできない、似合わんし。今のおすすめコスメとカラコめっちゃ参考になります。そう、 TikTok に NMB48 のオフィシャル TikTok に今日ね、チーム M メンバーのカラコン、おすすめカラコン載せてる。ミカナはなんていうんやっけ、あれ、フェリ何でしたっけ、フェリみたいな名前のカラコン。ミカナなんて言ってた。あ、そう、フェリアモのコーヒーゼリーです。今も、あ、今はちゃうわ。ちゃうんかい。今はちゃうけど、最近はもうもっぱらそれ。そうコーヒーゼリーね。
一番好きやな今。今一番着てる。でもこの1年ぐらいずっと使ってる。アンドミカナはボリューム1も2も全部それカラコン。あ、全部じゃないな、2ボリューム2のメイク企画のところはあのアイシクル、ミカナがモデルさせてもらってるアイシクルを使ったけど、それ以外はボリューム1、2全部コーヒーゼリー。めっちゃいいよ、同じの使ってる。かわいいよね。ね、かわいいよね。ブルベ向けかも。でもネイル今はしてないです。アイシクル愛用してる、ありがとう。めっちゃいいよアイシクルもなんか何つけても宇宙人になるって人につけてほしい。何つけても浮くとかでかく感じるっていう人、マジで国内最小カラコンやから。何時までどうしようかな。うん、あんまり長々とはどうしよう。アイドル失格の時もコーヒーゼリー使ってた。アイドル失格の時もコーヒーゼリー使ってた。ナチュラル。アイメイクのポイントは、アイメイクのポイントなんかいっぱいある。まずアイシャドウをあんまり塗らない。色もう本当にほぼしてないの。この辺ちょっと濃くするくらいと。最近ね、ここにここだけにグリッターするの好き。わかる？ちょっとさ、これこのまばたきした時とかにちょっと見える、ここだけのグリッター可愛くない？ハマってるのとアイラインは絶対にこのまつげより上は絶対引かない。まつげの隙間埋めるだけ、ここのと目尻ね。二重幅狭くなっちゃうからかな。初見です、ありがとう。コーヒーゼリーワンマンスですか。ワンデー、ミカのね、ワンデーしか使わない。かわいいよね。台湾で応援してます、ありがとう。ミカには花粉症ですか。花粉症やばい、やばいよね。涙袋は影描いて真っ白のせてる
AKB の曲とか聞きますか？聞きます。ファンデ何使ってる？ずっとデコルテ。夏嫌いですか？大好き。でも秋が一番好きかな。春秋。下のアイライン何で引いてますか？これ普通にアイシャドウの一番暗い色で、をあの眉毛描く用のさ、めっちゃ細い硬いやつあるやん、筆、あれで描いてる。ここを描くのに柔らかい筆やとうまく描けないとか、太いのとかやとかうまく描けない。桜見ましたか？見ましたよ。ハマってること、ハマってることは字を書くこと最近字書くのハマってて、ボールペンで。本屋さんにさ、あのボールペンの字の練習する本みたいなあれじゃないですか、手書きで書き込めるタイプの、あれを買って、書きやすいボールペンも買って書き込んでる字の練習。ボールペン字を。楽しいよ。いつも自炊するとき何作ってますか？和食が多いかな。最近自炊増やすようにしてる。今からラーメン食べてもいいですか？いいよ、一緒に食べよう。前髪巻いてますか？巻いてます。松葉と松江区どっちがおすすめですか？松江区したことないな。何時までしよう。もうすぐ終わろうかな。でもさ、いつやっけな、1、2年前くらい、1、2年前の自分見たらまつげ多すぎて、つ
隙間とか松エクしてないとおかしい人の量してた。もう減ったよめっちゃ。今日のリップはロム&の番号がわからん。ピンクのやつ青み系のピンクのやつ。そのまつげバキバキやったよねバキバキやった。初めて声聞いたけど可愛いなって。声は可愛くないよ。想像の5倍低いって言われる。下まつげのメイク、もう下まつげが本当にないから。本当にないの分かる？描いてる。見えるかな？描いてんの。終わろっかな、もうすぐ。どんな女の子が好き？女の子はみんな好き。みんな好き。なんかボケるね一瞬。終わらないで。終わっちゃう。明日の12時まで宣伝します。明日の12時まで握手会とオンライン話し会と写メ会の応募しているのでお待ちしています。何でも話せます。どんな話でもできます。ありがとうございました。にゃんさんまたね。ありがとうね、急に初めて見に来てくれて。またします。バイバイ。ありがとう。おやすみなさい。
れ様でした。今日も一日元気でね。頑張ろうね、明日からも一緒に。おやすみ、ありがとうございました。